こんにちは、マサ464K4 です。今回はドラゴンボールドッカンバトルのチーム強化編、まあ久しぶりにやりたいと思います。結構強化のなんていうのアイテムが溜まってきたんで、まあやろうかなと思ったわけです。どうなのか逆にくしょ僕に一緒に勝手に反応せん。ブロリーの使い道がちょっと判明というか、コストダンジョン用に進化させないでコスト20のままやっていく的な、そんな感じの思い始めたので、まあ、もう80まで、いけるか。もう1位やね。絶叫するめっちゃ溜まってるな。よし、了解した。あともう一個案外、ガチャ引いたまま放置してるから、結構、鍵付きじゃないやつとかもいるな。22上げればいい。え ?70。あ、まだ全然上がんない。あ、間違えた。マジか。結構もう終わりかなと思ってたの。よし、了解した。キャラがいなくなっていた。いないよね。2個ぐらいしか。ということで回します。友情がさ、枯渇になりそうでならないっていう、ちょっとわからないタイミングがあるんだけど。おまかせだらけだった。あと9か、でもギリギリ上がんないかな。で、75。よし、了解した。よし。で、これで OK。あとが、次、早。なんか開けたいやついるか。何もいるんだよなぁ。次は。次は、トランプスとか。そんな人いねえなぁ。このご飯、ご飯で食う。あ、そうか。このベジータも来てたはず。よし、了解した。よし、コンセルいなかったっけ？あ、いるよね。
構このゼロも必殺技レベル結構上がってる。ブーが新しいのか。こんなもんかな。あとはいいか。サタン行って。マックスなっちゃうんじゃない？なるよね。じゃあ、レッツ。あ、なる。で、多分3つだと、ちょっと足りない気がするんだよね。おかしいよね。ちょっと足りなくて、あ、でも2つで。よし、了解した。OK。で、次は OK。なる、他に、誰か。合成キャラがいないか。もう一回。少なくなった。パンちゃんでも上げてく？まあ、とりあえずいいか。ネイルとかもちょっとあれだけど。これくらい。あと、ジューキー。案外上がらない。結構あるな。これはマックスになるでしょう。
そして、突貫覚醒できるやつ、いるかな？この服を開ける？開けるっていけるけど、なんか他に、やんないといけないやついた気がするんだよね。ルールだ。やります。アスレティックっちゃ相手に続いてましょう。次はあれか特にベビーかパンちゃんこのパンちゃん顎はなんかちょっと長い感じがするんだよね。なんだろう、なんか変な感じがする。ベビーは行ったけど、ちょっと放流。で、こんでついたわ。あー、まあ、もう8枚足りない。ということは、他には合成できない。で、はい。では、こっちに何か。このご飯はあれだよね。あ、間違えた。違うはず。できるんだ。ご飯進化しまーす。あ、お気に入りご飯。でもこっからか、こっから確定するのにあれが必要なんでしょう、うん、あの昔の海王神のおじいちゃんのジューマ。はい、ということでそんな感じですね。こんな感じでレベルアップしました。チーム紹介とかはまた何日後とか、あ、ランクか。ランクの刻みでやっていきたいと思います。次が95か100か。5刻みか、10刻みか。ということで、100の時にやりたいかなと思います。はい、ということで、ドッカンバトルの、ちょっと待って、ミッションのやつみたいな。ドッカンバトルのあれでした。あの、ドッカンバトルの10日、チーム強化動画でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。